今日は4月の16日で ET1 です、うん、今日は満月だそうです。明日じゃない？今日じゃない？17って書いてなかったな。あ、そうなの？かけてる？いいよ。満月？え、満月キャンペーン来てたけど。あ、ほうな。ほんで今日は何ムーン？え、明日だけどスーパー明日のピンクピンクムーン、うん、今日は特に体調の変化とかはなかったです。体温は37度で高かったんですけど、まあ、ちょっとなんかお腹痛いとかはあるけど何のお腹痛かは分かりません。はい、ご飯も準備作りました、ね、はい、作りましたまあ、お風呂を洗うのはちゃんにやってもらうと思います。洗いましたほんでも入って寝ます。はい、はい、今日は本当の満月、4月17 17日曜日ET3 やって3か ET3 のピンクムーン、ピンクフルムーン、今日が本当のらしいです。今日はな、うん、なんかちょっと檻もね、うん、血混じってて、うん、もう参加してるみたいなのがちょっと出ました。前もそうだった。ほんま？何かなと思って、でも調べてない。あ、それがいい。なんかでも多分まだ着氷の時期ではないと思うんだけど、うん、だから逆になんやろうなと思って、うん、気になるけど調べてはない。今日は一日編集してました。あとコメント欄に、うん、コスメのやつ、うん、チャンさんの仕方なく出てる感が、うん、にじみ出てるのが面白かったですって書いてあったんだけど、あったらバレてたな。そうやな、ほんまモザイクしようか悩んだんですよえ、面白い僕家であれですよ、ね、家の僕見たらずっと笑ってるんじゃないかね、デフォルトよね。そう、あ、やっぱあったな、ありそうな気がしとったけど。ありがとうございます。ありがとうございます、かまってもらってではまた明日、はい、バイバイ。
が9月違うよ、4月の19、飼育の日、さんの誕生日です。おめでとう。さんの誕生日の今日は、私たちにとっては ET4 です。体温は36.5 ぐらい、また特に変わりはなく、お腹痛も特になく、足のこの付け根のところがたまにちょっと痛いかなぐらいで、でもこれもたまにあるなっていう感じなので、初期的症状みたいなのは正直わかんないです。でもちょっとなんかふと心に隙間ができまして、心に隙間っていうかな、お姫様生活とはどんなもんだったんだろうっていうのがちょっと気になりまして、見ちゃいました。じゃあやっぱりさ、この初期肺っていうのは移植してから 2,3 日で着床するらしくって、移植から着床後もちょっとはね、初期肺の人は1週間ぐらいは安静にしといた方がいいっていう感じらしいですね。まあ前に分かってはいたもののうっすらしか覚えてなかったし、今回はあんまり気にしないでおこうと思ったので詳しく見なかったんですけど、結局見てしまいので、そのお姫様生活の目安としては、まあお風呂掃除とかそういうゴミ出しとか、ちょっと負担がかかるようなものはやっぱダメ、でもまあご飯とかは三角っていう感じでした。そんなにだからかかることはしてないかなって感じで、あと長距離の車移動っていうのは罰らしい。まあ、あまり気にしすぎてもねダメやし、だからってまあ気にせずめちゃくちゃな行動を取ってるわけじゃないからな、ある程度はな考えながら感じなので、まだなんか ET4 で判定便がまだ、来週の水曜日やもんな、だからもうまだまだあるから長いなって感じです。それをどうやって過ごそうって感じなんですけど、まだまだ長い、ほんま長いな判定便まで。いや長いな、なあ11日かかんねんやって感じ。待ち遠しいものはなるかね。そうやな、確かに、待ち遠しいし不安やしな。そうやな、とりあえず今日の状況はそんな感じでした、何もなくていつもすいません。ではバイバーイ。こんばんは。今日は4月の20日で ET5 です。今日はねちょっと変化があったので、まず日中が37度ぐらいの微熱がずっとあって、ちょっと頭痛もあったりなんかして、風邪ひいたんかなっていう感じのだるさがありました。でお腹もちょっとお腹の中心がこうギュッてやられるような、こう生理痛ではないような、あれ生理痛やったんかな、生理前のお腹痛なんかなみたいな、ちょっと腹痛があったのと頭痛が軽くありました。で夕方以降にちょっと腰痛
腰も痛いなっていう感じになってきました。で、ちょっとしんどいなと思ってご飯は作られへんなと思ってて、じゃあちゃんが今日帰ってくのめっちゃ遅くって9時過ぎぐらいやったんですけど、そっからご飯作ってくれて、風呂洗ってくれて、さっき入らせてくれて、今ちゃんが入ってるっていう感じです。これは妊娠になってる、着床してくれてる兆候なのか、はたまた生理が来る前の兆候なのか、わからずどっちなんやろうっていう感じで、しかもまだ ET5 やし、判定日までまだまだやし、どうなんかなっていう感じです。まあでも今回入職で初めてなんかちょっといつもと違う状況になったなっていう感じですね。あとそういえばすごく頻尿になってます。さっき行ったとこやのにまたトイレ行きたいっていうのが結構あって、でもそれって今日だけじゃなくって、昨日一昨日ぐらいも外にいててもそれを何回か感じたし、なんかもう20分に2回行ったよな今みたいな感じの時もあって、すごい頻尿具合がやばいです。これはタジーをインゴジュースで割って飲んでます。大体お風呂上がりかな、いつも喉乾いてる時にグイッと飲んでます。サジーの現役単体ではちょっと厳しかったです。私はリンゴジュースで割ったら一番美味しいかなって感じで、そんな感じの今日の近況報告でした。聞いてくださってありがとうございます。